オーソー・オン・ハイツはアメリカ合衆国発のポストハードコアバンドである。米国内で爆発的な人気を誇るバンドで2006年1月28日に発表した2枚目のアルバム If Only You Are Lonely は全米アルバムチャートで初登場3位を記録した。2001年夏 JT ウドルフが中心となりその原型となる A Day in the Life というバンドを オハイオ州のデートンにて結成。自主制作デモの発表や地道なライブ活動を通じて知名度を獲得してゆき、2003年に大手インディーズレーベルのビクトリーレコードと契約を結ぶことに成功した。2004年6月1日に初のアルバムザ・サイレンス・イン・ブラック・アンド・ホワイトを発表。全米アルバムチャートにて最高56位を記録し、80万枚以上を 売り上げ、米国でゴールドディスクに認定された。当時80万枚という数値は、ビクトリーレコード史上最高で、2010年現在も、その記録は塗り替えられていない。2006年1月28日に2枚目のアルバム、If Only You Are Lonely を発表。全米アルバムチャートにて、前作を大幅に上回る、初登場3位を記録した。 2007年11月24日にギタリストのキャシー・カルバートがツアーバス内で死亡しているのが発見された。死因は医師から処方された薬を飲みすぎたための救世薬物、中毒であった。2008年8月5日に3枚目のアルバムフラジール・フューチャーを発表。全米アルバムチャートにて初登場23位を記録した。2009年に入ると、 メジャーレーベルのワインド、アップレコーズへ移籍。翌2010年の6月には4枚目のアルバム、スケルトンズを発表した。ありがとうございます。